宮内健は、日本の実業家。ソフトバンク株式会社代表取締役会長、A ホールディングス株式会社代表取締役社長、一般社団法人電気通信事業者協会会長、一般社団法人ブロードバンド推進協議会、代表理事、愛媛県出身。1973年に、京都府立大学文化政学部を卒業。日本能率協会を経て、孫正義が率いる日本ソフトバンクに入社。同社の黎明期を支え、営業政策室室長、ソフトウェア事業商品部部長、ソリューションバンク事業部部長などを歴任。1999年にソフトバンクコマースを設立、代表取締役社長に就任。2015年にソフトバンク傘下の通信事業会社4社の再編に伴い、ソフトバンクモバイル代表取締役社長兼 CEO に就任。2021年3月に Z ホールディングスと LINE の経営統合に伴い、A ホールディングス代表取締役社長に就任。同年4月にソフトバンク代表取締役会長に就任。孫正義の片腕的存在として知られ、ソフトバンクグループの主要各社の副社長を兼任していた。2012年の役員報酬は1億2600万円。2013年の役員報酬は1億3000万円。ありがとうございます。